愛知県立総合看護専門学校は愛知県名古屋市昭和区滝川町にある愛知県が運営する公立専修学校である愛知県に2校存在する愛知県立の看護専門学校の一つであり愛知県岡崎市にある県立愛知看護専門学校とは教職員の移動など一定の関係を持つ同校内に県内看護職の継続教育の機関として 愛知県看護研修センターが設置されている。略称は、健相看。生命の尊重、人間愛を根底にした調和の取れた看護実践者の育成を目指す。様々な看護の場において、あらゆる看護の対象に対して、安全に科学的根拠に基づいた看護が実践できるように、教育する。常に責任感を持って行動でき、看護の向上を目指して、 自己研算できる能力を身につけた専門職業人を育成する。看護に関する専門の知識及び技能を習得させ、持って社会的に優位な看護師を育成することを目的とする。人間を身体的、精神的、社会的に統合された存在として幅広く理解する能力を養う。人々の多様な価値観を認識し、 専門職業人としての倫理観に基づき看護を実践できる能力を養う。あらゆる健康状態や生活の場に応じた看護を科学的根拠に基づき実践できる能力を養う。保健医療福祉チームの一員として共同し、看護の役割を果たす能力を養う。看護の向上を目指し、主体的に学び続ける姿勢を養う。ありがとうございます。